次に森優子さんの質疑を行います。森ちゃん、生活の党の森優子でございますえ。前回に引き続きまして、税と社会保障の一体改革とマイナンバーについて質問をさせていただきたいと思います。えまず総理。えー 外遊大変お疲れさまでございました、私たち予算委員会は地方公聴会ということで、私は盛岡公聴会で、被災地のご意見を承ってまいりました、その問題についてはまた次回というふうにさせていただきたいと思いますけれども、また連休の間ですね、私、地元、新潟県全県、えー、案件をしておりまして、さまざまなご意見をいただきましたけれども、やはり一番多いのは、年金どうなるんだという質問でした。 来年、消費税が増税されると、それは年金のためなんでしょうと、えー、年金どうなるんですかという質問でした、まあ、先ほども少し質問がありましたけれども、田村大臣に、えー、1点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、えー、年金の給付額はこの10月に引き下げられますね、一旦それについて、まあ一言だけ引き下げられるということを確認したいと思います。田村厚生労働大臣 あの先ほど申し上げましたけれども、昨年、三党合意の中におきまして、ですね、えー、政府提出法案の中でですね、2.5%、特例水準、これを解消するということで、えー、3年間にかけて、えー、これを、まあ、適正化するということでございますから、10月からおっしゃられましたとおり、1%になるあだろうと思いますけれども、引き下げるということになります。はい、森さん。 あのまあ物価も上がっていると、特に生活必需品、先ほど民主党の桜井委員からご提示がございましたけれども、さまざまな生活必需品が値上げになっているという中で、この10月にインフレ基調になっている中で、10月に年金が下がるということは大変大きな影響があるというふうに考えております。でえー 田村大臣もう,あのもう少しお聞きしたいんですけれども、この本年10月からの年金給付額の引き下げ、えこれをしない、実施しない場合には、えこの平成25年度に必要となる予算は、いくらでしょうか田村厚労大臣。えー、年金給付費で1500億円、えー、国庫負担で350億円になります。はい、森優子さん 国庫負担、まあ、約300億円、えー、で合わせて約2000億円という金額、まあ、これがあれば、このインフレいろんな値上げがされる中で、まあ、ただでさえ受け取りの少ない年金給付者 年金だけで暮らしているとか、そういう方たちの生活の不安を和らげることができるのではないかということをまず指摘をしておきたいと思います、でまあ、前回のおさらいというか、まあ、総理のいないところでのご質問でございましたので、少しおさらいをさせていただきたいと思うんですけれども、まず総理に伺いたいんですが、まあ、社会保障制度改革推進法第4条に基づいて、 また三党合意書を踏まえれば、本年12 8月21日までに、公的年金制度の改革について、法制上の措置をする必要があります。まあ、しかし、この間、本会議でも指摘をいたしましたが、えー、三党協議の議事録を見ますと、入り口のところで前提の認識が三党間で食い違っておりまして、議論が進め、えー、気配が一向に感じられません。 そして政案が得られる見込みはないと言ってもいいかと思います。公的年金の抜本改革は期限までに、えー、提出できるんでしょうかで、年金の抜本改革は消費税増税の前に行われるのでしょうか、総理にお答えいただきたいと思います。田村厚労大臣 <laughs> あのの、まあ、これでですすねね三党合意確認書の中においてです、ね えー、あらかじめ、えー、公的年金制度に関する改革についてはその内容等について3等間で合意に向けて協議するとなっております、であの今、あいいんですね、えー、地元に回られたらやっぱり年金のことが消費税を上げるに関して、えー、これ変わるんでしょどう変わるのっていうの声が多いという話でございましたが、あの国庫負担基礎年金の国庫負担二2分の1分。 これをですね消費税を財源に充てるということで消費税の引き上げというものに関してですねこれ三党で合意をしたわけでございましてその中において今回の8%、10%引き上げの中においてはですね実は年金の部分というのは若干他の例えば社会的寄付低年金者の方々でありますとかあの低所得者の方々に対しての上乗せ分こういうものの財源は見ておりますが他の部分は見ていないというのが前政権、民主党 政権の,です、ねえー、の考え方でであったわけでございますそういう意味からいたしますと、今回の消費税引き上げという意味では、あこれには含まれていないということであります、はい、森子さん私はそのことを聞いているのではなくて、えー、消費税増税すると、でそのもちろん財源の問題、今お話になったことは十分承知した上で質問してるんです、消費税増税をすると、税と社会保障の一体改革。 年金の抜本改革をこのようにやりますと、でえー、財源が、えー、将来的に見てもこれぐらい必要です、でまあ、これまでは借金頼っていましたけれども、まあ、消費税増税して当面の財源は確保すると、まあ、しかし、将来、近い将来の絵姿、抜本改革の絵姿も示すと、これが三党合意の内容だったと、えー、これは民主党の見解、私もそうだと思います。 しかしそこの入り口のところで、いや、自民党は違うと言ってるし、公明党も違うと言ってるし、結局、国民の皆さんは、ね、いろいろ話を聞いても、やはり消費税増税はある意味、容認しなきゃいけないのかもしれない、しかし、えー、それを容認すれば、きちんと安心するできる社会保障制度改革が行われるのだと。 いいいうふうふにご理解をししていらっしゃいますそういう意味で、今の質問は少し私は違うのではないかなというふうに思いますが、まあ、あのえ肝心なところ、お答えがなかったんですが、つまり、ね、年金の抜本改革というのは、消費税増税の前に行われるということは別に約束されていないというご答弁だったと思います。でえーまあ、しかし、その年税と社会保障の一体改革の中で、まあ、マイナンバー、 公平公正な社会保障の給付と負担、これを確保するためにマイナンバー、これを創設するということで、先ほどもお話がございました、え衆議院の方でえ委員会で可決をされたところでございますけれども、改めて甘利大臣にお,かがお伺いしますけれども、この新たなシステム構築にかかる費用はいくらですかはい甘利社会保障一体改革担当大臣。 えー、全体では2700億,億と申し上げていますけれども、詳細を申し上げますとです、ねえー、個人番号、それから法人番号の不安関係システムに160億であります、それから国や地方公共団体のお機関間で,です、ね、情報の授受を行うためのお情報提供ネットワークシステム、それから、えー、国民が自らの情報を確認したり、 あるいは行政機関からのお知らせ、えー、サービスを受け取ることが可能となる、えー、マイポータル、それから、えー、もう一点、えー、特定個人情報保護委員会の監視監督システムを新たに整備することにとしておりまして、これらのシステム、えー、構築に要する費用、えー、申し上げました、えー、3点合わせて、えー、ですね、えー、4点か、合わせて、えー、あ三3点合わせて190億、それから 今の点を加味すると350億、それから地方の地方自治体等のですね個人番号や個人、法人番号を取り扱うそれぞれの機関において、ですね既存システムの整備をいたしますが、これに2350億、合わせて2700億円であります、さらにあのランニングコストについて、あのもういいですか、はい。ははいいさん、はいまあ、つまりこれコンピュータータ のシステムを作るんですけれどもこれに約3000億かかるとえ、先ほども申し上げましたようにこのマイナンバーを創設する前提として、えー、まあ年金の抜本改革など社会保障の公平公正な給付と負担のあり方というものを確保するえ、それは年金などの抜本改革のためであるこれが入り口だったんですねえ、年金の抜本改革は消費税増税の前に案は示されない 可能性が強い、一方でこのマイナンバーは着々と進んでいる、しかし私はこれは問題があるということで先般指摘をさせていただきました、今、3000億かけて新しいシステム、コンピューターシステムを作ると言っていますけれども、まあ、安倍総理あの、第一次安倍政権が短命に終わった理由の大きな一つであります、消えた年金の問題、この年金記録システム、これがやはりぐちゃぐちゃのままで、 8年前、7年前から、えー、刷新を行っているんですけど7年か経っても全くできておりません、国家的なプロジェクトであるにもかかわらずできていない、そしてもう一つ、特許庁のシステムが、これもまた7年かかっても全くできていないということを、えー、先般指摘をさせていただきました、えー、特許庁に伺いますけれども、えー、このシステムが失敗に終わった経緯は、 いかがですか。はい。ほかの広域特許庁長,長官、お答えいたします。あの特許庁のシステムの開発につきましては、あの平成18年に、えー、まああのこの事業者と契約を結んで、えー、それからあの開発を進めてきたものでございます。あのまあその開発の中で、えー、まああの遅延が生じまして、えー、まあなかなかあのこれが、えー、まあ放置できない状況になったと。 いうことさらに、えーまあ、その過程で、えーまあ、いろいろと特許庁に関わるあの不祥事などもございまして、えーまあ、こういったことを踏まえて、外部の第三者の委員会を立ち上げまして、そこで、えー、検討していただきました、そしてあの平成22年の8月に、えーまあ、あのいろいろと、えー、課題を片づければ、あまああのまあ、さらに進めることができるという、まあ、そういう一旦あの報告が出たわけでございます。 でしかしながら、まあ、その後そのフォローアップをするための第三者委員会で、まあ、検討した結果、えー、まあそういったあの残った課題についても、えー、解決していないと、えー、まあこの先の開発の見通しが立たないということで、えー、平成24年の1月に、えー、まあ改めて、えー、まあそういう資示の報告書が出まして、えー、まあ一旦この開発については中断ということになったという経緯でございます。はい、森さん、はい 1あの一枚資料を皆様のところにお配りをいたしました、えー、今、ご説明のありました特許庁システムの開発、失敗の経緯でございます、えー、平成18年、これ、二階大臣、自民党の二階大臣のときにスタートをいたしましたけれども、えー、18年から7年経ってもこれができ,できなかった、失敗に終わった。 これはものすごい国家としての大きな損失です、えー、この特許申請、えー、あるいは管理、えー、の、まあ、業務というのは日本の、まあ、国家戦略、成長戦略にも関わる問題でして、この大きな国家プロジェクトが失敗した、えー、ことは非常に大きな痛手であります。また この間、今、さらっと説明をいただきましたけれども、まあ、報道にも一部出ておりますが、えーえー、政治家の介在、あるいはあこの、えー、フロント企業の介在、えー、汚職事件、いろんな問題がございました。ところで、えー、今、ここの経緯について説明をいただきましたけれども、これ、確認書、契約書がここにございます。でもえー 時期までに納入できないということで、2回契約を更新しておりますし、2回確認書が交わされております。その2回目の確認書が締結される直前に、東芝本社社長から年書が提出されているかと思いますけれども、それについて私はあの提出を要求しましたけれども拒まれました。それはなぜですか。はい、特許庁長,長官。 あのご指摘いただきましたあのま、東芝本社が変わりました文書については、えーま、ずあのその存在があることは事実でございます。で、私しながらこの文書につきましては、えー、現在特許庁に対して、えー、情報公開法に基づく情報公開請求が、えー、起こされております。 で特許庁といたしましてはまあ一旦本件について開示をするということで決定をしたところでございますがあの、まあ、これにつきまして、えー、東芝、そして東芝ソリューションから異議、まあ、申し立てがなされまして現在、この情報公開法に続きまして、えー、内閣府の情報公開個人情報保護審査会への諮問手続きを進めているところでございます、まあ、そのような経緯で本件については、えー、あの回答を差し控えさせていただきたいたということでございます。森裕子さん。 な,なぜ、えー、出せないんでしょうか、あの理解ができません、えー、あの年金局、来てらっしゃるでしょうか、あの先ほど申し上げました、安倍総理、消えた年金の問題については、これまだ解決してません、でこの、えー、マイナンバーの中核をなすコンピューターシステム、これは年金記録管理システムです、これがごちゃごちゃになっているというのは、総理もご存じだと思います、これも直そうとして7年かかって、できませんでした。 えー、年金局に伺いますが、この、えー、紐付けされるシステムの、えー、この、えー、刷新について、まあ、途中で、えー、業者が、まあ、違約金を払い、えー、契約はあの、まあ、白紙になったと、えー、違約金、そのことについて報告してください厚生労働省年金管理審議官、高倉伸之参考人。 えー、お答え申ししし上げまます。<laughs> 失礼しましたただいまあのご指摘いただきました <coughs> 契約の解除につきましてはあの基本設計の保管工程の一部としまして平成22年度に調達いたしましたあ部分につきまして、えー、受注者が契約を履行する見込みがないということが明らかになったため契約の解除等を講じたところでございます。平成22年、 えー、8月の時点で行った契約でございますが、あ23年の2月の時点で、えー、解約に至,り、えー、と至ったという経緯でございます、はい、森裕子さんあの今ご、ご報告がありましたように、えー、年金のこの記録システム、大変問題がある、同じような経過をたどっております、えー、7年かかってもできなかった、いまだにぐちゃぐちゃのままで、これを全部つなげるのが今回のマイナンバーですから。 そんなごちゃごちゃのものをつなげたって、国民の本当に役に立つかどうかわからないと、こういう状況でございます。特許庁、違約金の請求や損害賠償を東芝ソリューションズに求めないのはなぜですかはい、特許庁、他の長官あのこの情報システムの,、ま、あの、現在の東芝ソリューションとの契約につきましては、ま、これに基づく作業というのは、ま、現在、 え、中断をしているということでございます。で、まあ、この後の処理につきましては、現在、契約、そして関係法令に則り、まあ、厳正かつ的確に処理をするという方針で、協議を継続しているところでございます。現在、まだ、あの、協議中の段階でございまして、あの、具体的な内容について申し上げることは、差し控えたいと思いますけれども、この第三者委員会の報告書、先ほど申し上げました報告書におきましては、まあ、本件について、 本来、この完成責任を負っている事業者の、えー、策定能力がなかったということが、まあ、こういったことの原因になったという指摘もございますんで、えー、私どもとしては、まあ、そういった指摘を踏まえて厳正に対処していきたい、そのよう,うに考えておりますはい、森裕子さん。まあ能力のないところが落札をしたと、で、なんだかんだ言って、2回も契約を更新して、で、結局できなかったと、どれぐらい古臭いというか、旧怠然とした。 コンピュータシステムかというと、特許を申請する、途中で住所,住所やなんかが申請者が変わって、えそれで申請をし直すと、でそれが、まあ、7つぐらいコンピューターのシステムがつながっていて、そこの最後のところに行くまでに下手すると1か月かかるっていうんですよ、コンピューターいらないじゃないですか、手作業でやった方がいいじゃないですか、それぐらい古臭いシステムを使っていると、それを刷新しなければならないということで、え巨額な、 ああ契約が行われ、しかしできなかった、そもそもできるところが受注をしなかった、これが特許庁の問題なんです、総理、この国家プロジェクト、特許庁の問題、そして例の年金のシステム、記録システムの問題、どちらも、日本では一流の企業ですよ、請け負っ,ったのは、7年かかってもできなかった、こういう状況があるわけです。 そういう中でマイナンバー、大きなコンピューターのシステム、いろいろつなげるわけですよね。そういうものをやると。これ、できないと、できるという証明は、保証はないわけです。しかも、先ほど申し上げましたように、これに約3000億円かかるんですよ。年金の抜本改革も行われない。しかし、この新しいコンピューターシステムに3000億もかかる。やめたほうがいいんじゃないでしょうか。総理、総理に伺ってます。 先に、はい、それじゃああまり担当大臣、すいません。あのえいろいろあの反省点はあると思います。私もあのおあるう世界企業の関係者に、なんでこれは失敗したんだと言いましたら、塩がですね、おそらくそのおかなりアバウトであった。だから塩あの発注仕様を作るところからですね、えー、当事者、えー、そも,もちろんその当事者が。 に発注するということじゃないですから遮断しなきゃいけないんですけどもそういう関係者が入ってですね使用書をしっかり作らなきゃいけないじゃなかったかということを言われています。実はあ米国ののの大手企業の日本子会社が受注したのも なかなか大変になりまして、ですねそれで本体が出てきて何とか仕上げたということもありました、でありますから発注の段階からですね専門家を入れるとで、今回の場合はその反省も踏まえてですね過去のいくつかの委員指摘の,の,あの問題点をしっかり精査して、ですねそれを織り込んで発注の段階からあの仕様書を作っていくということにしていくことになろうかと思います。はい森ゆう子さんあの まあできる保証はございません先回の委員会で甘利大臣はもう日本にこの、えー、技術力がなければ海外に発注するという可能性は否定しないというふうにおっしゃいました、しかし皆さん、年金の記録、納税、資産、ありとあらゆる国民の皆さんの情報を一元化して管理するというこのマイナンバー、これ海外に発注しますとね。 当然、えー、そのシステムの作成者は、システムの作成時もそうですし、その後のメンテナンスのときにも、ずっと国民のすべの、えー、ての情報にアクセスすることになるんですね、私はあのこの国の、えーまあ、安全保障という観点から見ても、極めて問題だと思いますので、総理、3000億もかけて、こんなことするぐらいなら、 年金給付額10月から減らさないでください、やめるって言っていただけませんか、マイナンバー総理安倍内閣総理大臣、まあ。マイナンバー制度は、ですね、まあ、そもそもまあより公平な社会保障制度や税制の実現を図るとともに、ですね情報化社会の基盤として、国民の利便性の向上や、行政運営の効率化に資するものであると考えておりまして。 えー、着実に進めていく必要があると考えています。今あ委員がご指摘になられました、えー、まあ年金の既読システムの刷新や、まあ前、まあの刷新が大変大幅に、まあ、遅延をしているわけでございます。特許庁、えー、情報システム開発の、まあ、中断、まあそ,それはですね教訓として、えー、踏まえることは当然、えー、大切だろうと、えー、このように思います。まあそうしたことを、まあ、教訓にしながらですね。 まあ現在、国会でご審議をいただいているマイナンバー法案においてはです、ね、まあ、政府、CIO に大きな権限を付与しながら、その指導の下で、事業者の技術力の適正な評価などに配慮をしながら、関係不必要の調整、管理を十分に行って、適切にシステム整備を進めていきたいと考えております。森 あのまあ、消費税増税法案を、えー、成立させた、まあ、歴史に残る、えー、財務省事務次官、えー、はです、ねえー、去年、退官後、コンピューターシステム関連の会社に再就職をしております<や>、まあ、めでたくこの6月に、えー、代表取締役兼 COO に、えー、ご就任される予定だというふうに伺っておりますので、まあ、総理、ぜひ。あのえー 相談された方がいいと思います以上です、はい、<laughs> 以上で森裕子さんの質疑は終了いたしました